お疲れお疲れお疲れ。いや、てかさ、授業だるくね、マジで。いや、もう疲れたよ。先生だったんじゃない。やめたいもん、先生。やめたやめたマジかいの。なんか楽しいことしてな。なんか面白いことしてな。楽しいことない、ね、やっぱりね、みんな笑いたくない。笑いたい楽しいことしたいよ。みんなさ、なんか毎回俺に振るじゃん、面白いことやってジル君。みんなもさ、ね、思うことできると思うね。え、なんかあるなり方。いや、あるよ。教えてほしい。やっぱり笑いの根本的基礎、そこを定めなきゃいけないんだ。あるんや。それは何か、うん、なるほど。何やと思う。縄跳び。はい、問題。何かというと大喜利でございます。なるほど。大喜利。そう、さあ、ということで、はい、今日の企画はストップリメンバーによるストップリに関するお題で大喜利企画ということでね、今からジェル君が考えてきてくれた問題を出題してくれます。はい、はい、そして我々書き終えたら手を挙げて、ジェル君に当てられたらポン、自分の回答を読み上げて、みんなの反応が良ければクリア。そう、ジェル君から最高この一言もらえれば、うん、もう一抜けでございます。もう最後。ただもらえたメンバーは一人ずつね、いなくなっていきます。もらえなかったメンバーだけ残っていきます。そんなストップリーチの面白くないキングを決める戦いでもございます。その通り面白いキングじゃないんだ。まあ最下位を決めるね、はいはい、戦いでもあるから。さあ行きましょう。はい、じゃあジェル君、まずは1問目、はい、お願いします。はい、デリン、過去最悪のライブに何が起こった。これはね、ライブをこなしてきたみんなからこそ、こんなハプニング起こったら嫌やなとかね、だいぶ想像しやすいと思う。はい、あ、じゃあルーちゃんお願いします。設営のミスでめちゃくちゃステージが高くなっちゃった。ああ、嫌いじゃない。面白い。おもろい。じゃあいつか言って。あ、お願いします。じゃあ外ちゃん。過去最悪のライブ何が起こった？ジェルが空を飛んでる時にズボンが脱げてしまう。ポロン。ポロン。いや、でも大体この勢いが面白い。まあ結構みんな笑っとる。笑っとるわ。まあ、勢いが面白い。まあ。ナワ君がずっと険しい顔してる。険しい顔してるけど。苦しそうだもん、なんか心なしか。成功することを誰よりも考えてるからこそ思いつかんのかもしれない。最悪の時代なんてもう。そう。言っていいですか。お、お願いします。もう一文字だけで気持ち伝えていいですか。赤字。重い。おい、これはもう最高。ちょっとうまいな。最高。最後一発来たな。いただきました。テンポも良かった。マンドコね、ナワ君今のめっちゃ良かった。じゃあ続いてのお題、デリン、シンプルです。コロンが言いそうなセリフ、もうすごくシンプル。あ、リーヌ書いてる。あ、リーヌじゃん。はい、いきます。はい、リーヌお願いします。まあいつも言ってるからな。いやでも文字を太くしてるのが面白い。ああ、まあ、これはもうセンス。最初はのママじゃん、ココかと思ったもん。ココ字がね、汚いでね。さあ、すごく攻めてますが、はい、あ、じゃあコロちゃんお願いします。パパはい、あ、サトちゃんお願いします。はい、チチもう勢いや。俺たち3人だけが楽しかったよ。じゃあ次のお題いきましょう。続いて、サトミが最近ハマってるもの。サトちゃんっつったらね、いろんなものにハマる性格で、熱しやすく冷めやすい人間ですが、さあどんな答えが来るのか。はい、じゃあナー君お願いします。油そば。いやね、あの週にね、もう5回食っちゃったよ。油そばも確かにちょっとタチのやつじゃないの。トレンドやな、それ俺の。それね、言うてたからね。さっき言うてたからね。はい、あ、じゃあリーヌお願いします。ヨガ。ヨガ。リーヌね、絵で笑わそうとしてる。ハートかと思ったら一応手なんだ、それ。そう、こういうことね。こうなってるよね。なるほどね。でもハマってそうでしょ。はいはいはい。あ、じゃあコロちゃんお願いします。シバ。何言ってんの。何言ってんのか分かんないから。そうじゃ、あのヨガのつながりで行こうとしたんだけど。でも面白くなかった。なんでヨガのと千葉なの。ヨガと千葉でラップかけてるんだよ。韻も踏んでないけど。ちょっとよく分かんない。どういうことどういうこと。本当に意味が分からない。マイナスで。マイナス。マイナスやね。マイナスポイントで。でも今のところリーヌコロン一番ちょっとあかんで。さあ、じゃあリーヌコロンのサドンデスいきますか。お願いします。じゃあ最後は
いろんな選択肢があります、はい、どう取るか、どういくか、お願いします。来い、こんなストプリは最高。さあ、これどうする。こんなストプリは最高、うん、はい、はい、ルージャーお願いします。こんなストプリは最高、はい、今のストプリが最高です。いいですね、素敵だな。いいね、素敵、うん、聞こえてない、もしかしてえ、ジェル君しか何も言ってくれない。みんな考えてる。じゃあコロちゃんお願いします。こんなストップリは最高、うん、はい、みんな仲良し、いいですね。いいです。誰がハゲだよ。言ってないよ。もう人間で全員髪の毛描けばよかったんか。これなんで滑ったんだよ僕は。やめろ、いいねで終わりだったやんけお前。分かった。お、俺締めちゃうよって。お、いいよ。あ、リヌが締めにかかる。こんなストップリは最高、はい、ストロベリープリンス11月11日リリース、お願いします。あの、スパを変えてきた。最高。なるほど。さあ、ということで、はい、ジェル君、最下位の発表をお願いします、はい、今回、リーヌコロンひどかったですが、最下位ははい、下ネタの多かったサトミです。イエーイ、イエーイ。まあ、ちょっと保健室の先生がいるから、うん、呼んでみてほしい。罰ゲームのとあるドリンクが用意されてるということで、そう、先生が、俺が負けるんか。先生、俺が負けるんか。そうだよ、なんで俺が負けてるんだ。あまりにもひどかった下ネタが。そうだね、本当にひどかった。先生、ちなみにこれはどんなドリンクなんですか。飲んだら面白いことができるドリンクらしいです。これを飲んだらね。お前先生じゃねえだろ。なんでお前先生。めっちゃ喋ろうとしてよ。ただ今回、まあ、里見くん罰ゲームになってしまったけど、うん、先生的に思わなかった人にも罰ゲームドリンク、はい、僕は思わなかったわけじゃないからね、これ飲むのは。まあまあまあ、一応面白かったって。下ネタが多かっただけですよね。そういうショーだから、これは、うん、先生の、あ、一番思わなかったでしょう。思わなかったショー、先生の。あ、先生と思いきや、思いきや、思いきや、あまあ、じゃあもう一個言っとく。もう一個、先生が個人的に飲んでほしい人に、じゃあちょっとお願いしてもいいですか。お願いします、うん、これ全員飲まされる羽目になんない、これ飲んでほしいかね、先生。あれあれあれ、あの、俺、逆にね、逆にね、司会っすよ、司会やってた。逆にね、お疲れ様のお酒。あ、ね、さあ、ということでね、まあ、3人ちょっと持っていただいてもいいですか。はい、はい、じゃあコールちゃん、コールの方をお願いします。それ皆さんね、今日も頑張りました。はい、はい、お疲れ、乾杯。乾杯したらそれグッド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 参りましょう。グッド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 参りましょう。ということで、ストプリ大喜利企画でした。イエーイ。あ、なんか最後書こうとしてる。ここ、あ、なんか最後書く。え、何それ。何、うんぴょーん。いや、いい優勝おめでとう。素晴らしい、最高最高、ナイスコンビネーション。